WBC 世界フェザー級のタイトルマッチ、おなじみジョニー・ゴンサレス対ゲイリー・ラッセル・ジュニアの一戦です。アメリカ・ネバダ州ラスベガスファームズカジノリゾートで行われます。さあ、ジョーさん、ハマーさんでこの試合お届けしてまいります。まずハマーさん、ジョニー・ゴン、もう本当ファンの多い選手ですよね。まあ、日本にも来たことあるしですね、はい、そしてまあ10年以上になりますかね、まあ、この選手が初めてタイトルを取ったのが、やっぱり若々しい選手がこれだけのまあチャンピオンになりましたね。人気のハードパンチャージョニー・ゴンサレス、これが66戦目、57勝8敗 48KO 勝利、こういうレコードを持っています。一方ゲイリー・ラッセル・ジュニア、こちらは26戦して25勝1敗 14KO、ジョーさん、こちらラッセルもいい成績ですね。まあ、このラッセルもね、まあ、ロマチェンコに敗れたとはいえね、はい、これはやはり実力者で技術もある、それでパンチもあるいい選手ですね。いっぱいというのがそのロマチェンコ、まあ、あの若き天才、昨年の6月空位のタイトルを争ったんですが、ラッセルジュニア、その試合は敗れました。2対0の確か判定負けでした。まあ、くどい補足しますとね、あんまりボクシングご覧になってない方みたいに、ロマチェンコっていうのはオリンピック2連覇してプロへ入ってきて、プロ3戦目でその世界タイトルを取った選手なんですね。早い動きを見せています、ラッセルジュニア。そうですね。で、今回が2度目の世界挑戦ということになります。ゲイリー・ラッセルジュニア、まあ、こうやってチャンスをですね、頻繁に与えられている存在であります。浜田さん、それだけラッセルジュニアの力、それから人気と周りが認めているということになりますよね。まあ、そうですね、やっぱ期待されているということですよね。この選手、やっぱりいずれチャンピオンになるであろうというふうに言われている選手ですからね、はい、まあ、この試合がそうなのかちょっと分からないですけど、はい、やっぱり期待は大きいですね。そうですね、まあ、試合始まったばかりですけど、もう見てご覧の通り、その動きが非常に機敏で速いですよね。この選手のやっぱりいい武器というのはスピードなんですね、はい、そして左側、チャンピオンの武器は左フックですね、はい。まあ、ジョニー・ゴンサレス、今回このフェザー級のタイトルは2度目の政権でありまして、2階級制覇しています。バンタムのタイトルを持っていた時期もありました。そして今がフェザー、しかも2度目のフェザーのタイトルです。これがこの2度目の政権になりまして、3度目の防衛戦になります。アウトになります。打ち込んでいきます、ラッセルジュニア。ラッセルのパンチは速いですね、はい。ジョニー・ゴンサレスはですね、パンチ自体のスピードは非常にあるんですが、全体の動きとしてはこのラッセルと比べたらまあない方ですよね。メキシカン全体がですね、一発一発角度を決めてしっかりと打とうとするやり方するんで、はい、流れ的なスピード感はあんまり感じられないんですよね。ゆっくりとした全体的なリズムですよね。そして、瞬間的なパンチのスピードを速くするから、やっぱ相手は読みにくいというのはあるんですね。なるほど。ただ、この1ラウンド目まだ始まったばっかりですけどね、ラッセルのスピードがあるんでスピード遅れてますね。かなり今日のラッセルはスピード感豊かです。それから、はい、ジョニー・ゴンサレス、しっかりと打とうにも相手が速いから、ちょっとセーブしながら当たるのかどうか分からない状態で打ってるところあるんですね、はいはい。しっかりとまず相手を見極めようというこのジョニー・ゴンサレス、百戦錬磨とも言っていいキャリアを持っています。まだ年齢も33歳、まあ、まだスピードに慣れてない、相手のスピードまだ読めてないというところはありますね。なるほどね。まあ、ジョニー・ゴンサレスのことを我々ジョニー・ゴンって言うんですけどね、ジョニー・ゴンはその日本で長谷川選手と戦った時もそうなんですけどね、相手がスピードある時はね、相手の出方見るんです、はいはい、それで相手の打ち割りとかね、そういうのを狙ってくるんですよね、はい。こちらがチャンピオンコーナー、ゴンサレスサイドです。今グローブ吹いてるのがそのメイトレーナー、名誉の殿堂も入ったそのナチョ・ベルスタイントレーナーですね、はい。メキシコで多くの世界チャンピオンを育てています。そしてこちらがゲイリー・ラッセル・ジュニアコーナー、お父さんですね、トレーナーは。そうですね、親子鷹です。そうですね。で、1ラウンド目のポイントは、そうでした、ゲイリー・ラッセルのポイント10対9ですね、はいはい。ラッセル10対9です。お二人ともこのチャレンジャーにポイントを与えています。最近ではクリストファー・マーティンに判定勝ちを収めているラッセル・ジュニア、それからはおよそ3ヶ月今日、間が空いています。まあ、なんといっても最近のこのラッセル・ジュニアの話題といいますと、先ほどから言っているワシル・ロマチェンコ戦でしょう。まあ、ロマチェンコでやっぱりこの速いラッセルもちょっとスピードではロマチェンコかなというところがありましたもんね。ロマチェンコですね、
パンチというよりも動きのスピードに負けた状態ありましたね、はいはい。まあ、ラッセルはパンチのスピードあるんですけどやっぱり、若干どしっと構えたやり方するんで、それがロマチェンコはもう自由自在に滑るようなスピードだったですからね、はい、そこにちょっとやられたようなところあったですね、はい。一方チャンピオンの赤グローブ、ジョニー・ゴンサレス、こちらは最近の試合ではホルヘ・アルセというまあ人気者がいるんですが、この選手を11ラウンド TKO に下して2度目の防衛に成功しています。まあ、メキシカには非常に人気のある選手が大勢おります、そのうちの1人、ジョニー・ゴンサレス、先ほど名前を出しましたアルセもまた人気は抜群です。まあ、小さいとしては失礼かもしれませんが、それほど大国ではないんですが、ボクシングに関してはジョーさん、メキシコというのは大国ですよね。そうですね、テクニシャンもいてハードパンチャーもいて、そしてやはり攻撃的なボクシングの文化がありますよね、伝統って言いますかね、非常にお客さんを沸かせるボクシングスタイル、それがもう根っこにしっかりとどっかりと座っています。さあ立ち上がりスピード感豊かなこのラッセルに注目が集まりました。チャンピオンのゴンサレスは浜さん、それに対してやっぱりまだ見ているというような感じですか、何か動きがありますか。どうしてもですね、打ったパンチが当たらないんじゃないかということで中途半端な打ち方なんですね。ああ、まあ、もっとしっかり振ればいいんですけどね、どうしても相手の動きが速いからかわされるんじゃないかというのが頭にあるでしょうね。なるほどなるほど。ジョーさんいいか。1ラウンド目とね、ちょっと足の動きを使ってますよね、フットワークで、はい、真正面の足にちょっと左右に動いてますね、ゴンサレスです。そうですか、ハイソックスを履いているジョニー・ゴンサレス、今回が3度目の防衛戦。まあ、このゴンサレスは西岡俊明選手との一戦というのは本当にもう注目の一戦だったんですが、あれで西岡選手は世界的に名前を浜さん挙げましたからね。当時ですね、ジョニー・ゴンサレスが勝つというふうに思われた土俵だったんですよね。そこに行ってやっぱりノックアウト大きかったですね。ものすごい左、モンスターレフトと呼ばれましたが、ロープまで吹っ飛ばしましたからね。まあ、それで西岡の名前がやっぱり海外で通っていったというのはまさにこの選手との試合だったですね、はい。まあ、その前に台頭し始めていた西岡さんなんですけども、このジョニー・ゴンをきっかけに、ジョニー・ゴン戦をきっかけに一気に名前が高まりました。そしてラスベガスで試合をするまでになっています。残り数秒になりました。長いパンチを打ちます。この長いパンチもジョニー・ゴンの特徴です。だんだん手が出るようになったですね。そんな感じです、 ですよ、はい。と言ってる間にゴンが打ち鳴らされて第2ラウンド終了。浜さんからいきましょう。ラッセル10対9です。やはりこのラウンドもラッセルの方が有効な国と多いですね。アンドレベルトですね。ああ、本当だ、映ってるの気がついたようです。照れてます。ベルトも非常に速い選手ではありますが、この試合堪能しているようです。ゴンサルとゴンサルスとラッセルジュニア、ね、まあ、彼らは、ね、そのアマチュア時代からの親友なんですね。そうなんですか。それで、ね、ゲリー・ラッセルは、ね、2008年北京オリンピックのアメリカ代表なんです。はいはい、それなのに試合に出てない、選手村でね、その計量の日に倒れたんです、で結局試合出なかった。ラッキーですよね。何でもこうちょっと急激な減量、それでちょっと体がね、疲労したという意識を失ったらしいんですけどね、非常に残念なことだったでしょうね。そうですね、もうがっかりで昇進で帰国したんですが、すぐさま気持ちを入れ替えてプロに転向いたしました。それがゲイリー・ラッセル・ジュニア。まあ、オリンピックで出場することができたのに戦うことができなかったっていうのは、浜さん、ファイターにとってはこれはもうね、まあ、残念極まりないですよね。まあ、30年40年前のアメリカからするとですね、まずオリンピックでメダルを取って、そこからプロ転向という、まあ、そういう風な、まあ、エリートの道を歩もうとしたんですね。王道では黄金の道が ね、 ね、開けてたんですが、まあ、しかしゲイリー・ラッセルもその後プロで頑張りまして、これが2度目の世界戦、まだタイトル獲得には至っておりません。おお、近い、
距離が近くなったようです。いや、いいパッチ、まあ、両者にいいことなんですよ、はいはい、あ、そうですか、うん、おー、いいパッチ、まあ、ラッセルは、まあ、やろうとした距離ですよね、ええ、あ、ちょっと遅れてますね、やっぱりいいパッチがあります、ラッセルジュニア、まあ、ゴンサレスちょっとスピードで遅れてますね。あ、ただ、やってる最中にタイミングさえ合えばいいんですからね、はい、やらないことには始まらないですから。ジョニー・ゴンサレス、なんといってもこれが66戦目、たっぷりのキャリア、苦戦したのも数知れず、しかし結局は勝ちを収めてきたという、そういうゴンサレスです。戦ってるうちにそのなんていうか攻略を見つけるのが上手い選手ですよね。戦って強くなってきた選手ですよね、もちろん練習は必要ではありますけど、はい、試合で勝つのが一番強くなりますからね。メキシコの選手はそういう人が多いんですよ ね。戦いながら自らを高めていきます。何よりも試合が一番の練習、そういった感じさえします、まあ、まさに戦士的な風貌、それから佇まいでありますジョニー・ゴンサレス。試合数が多いっていうのはね、メキシコの選手の強みですね、はい、実戦で鍛えてますからね。距離を近づけています、自分から入っていきますゴンサレス、まあ、もう少し、まあ、今長いパインとありますけど、もう少し小さく打つともっと速いパンチになるでしょうね。この、まあ、スピード、今パンチなんかもらってはいますけども、だんだんスピードに対処し始めているというふうにとってもいいですか、ゴンサレス。まあ、そういうことですね。そうすると自然とパンチを速いパンチに切り替えてくるんですね。あ、まあ、戦っていると選手のスピードも時間が経つにつれて当然ながら落ちてきます。それと、対する相手が慣れてくるというのも一つ出てきます。ゴンサレス相手の動き、どうやら把握できつつあるようです、チャンピオン。ただパンチ入れてきますね、ラッセルは。まあ、ラッセルは、まあ、スピード、パンチのスピードでやる選手ですからね、はい、一発の力はどういうふうに見たらいいんでしょう、ラッセル。あ、ありますよ、はい、ありますよ、もうラッセル一発ありますよ。おー、左カウンター、ダウンダウンです。今のカウンター左打っておいて切ったところ右の返しまで組みましたね。うまいフォローしましたね、コンパクトなね、鋭いカウンターですよね、いいパンチのつなぎ。ゴンサレスが調子出始めた頃だったですけどね、ゴンサレス本当にスタートダッシュしようかっていう矢先でしたね。今のカウンターは痛かったですね、痛かったですね。ポイントはじゃあ10対8で、10対8になりますね、10対8ですね、はい、ゲイリー・ラッセルの10対8。いや、ゴンサレスがようやくこう頭をもたげましたね。さあ、自分の時間に入ってきたというところだったんですが、よく見てください、非常にコンパクトな右フック持っていって、これダウンのところですけど、この前のそうですね、つなぎですよね、打ちに行ったところ左のカウンター、はい、効きましたね、効いたところ、これまた右まで、まあさすがですね、これがそう、右を打ってそのカウンターですね、はいはい、これですね、これからこれで動き止めといて、その返しの右フックですね、瞬間でどれぐらい回復するか。しかしラッセルジュニア今日はですね、ワシル・ロマチェンコ戦で見せなかったようないい動き、キレですね、いい時には全てうまくいきますね。さあ、第4ラウンド、これはラッセルジュニアどう動いたらいいんでしょう、行っていいんですか、でしょ、あ、行きますね、行きますね、そうですね、ベルトを前に行きます、さあ積極感、あ、効いてますよ、効いてますよ、下がります、コンサルが下がります、あーと、コンサルの足がもうふらついています、滑られてしまいました、まあ、効いてますね、これきついか、そうですね、まあ顎に食ったわけじゃないんですが、効いてですね、足を取られています、まあ、まだこの時間がこれだけあると進みますね、パンチボール始めました、また崩れた、グラグラです、足に力入らない、止めました、止めました、そうですね、試合終了です、王座交代、ジェイリー・ラッセル・ジュニア世界挑戦2度目でタイトル獲得です。なんと人気のパンチャー、ハードパンチャージョニー・ゴンサレスを打ち破っての勝利、これは大きい、まあ、ジョニー・ゴンサレスようやく慣れ始めて、さあそこからスタートしようとしたところでのカウンター、あれは来ましたね、まあ、これはストップのところですか、あ、そうですね、もう聞いてしまってるんでですね、何打たれても倒れる状態にはあったんですね。3ラウンド目、もう本当に一番痛い時でもらったことになりますね。あ、そうですね、せっかくリズムが出てきたというところではありましたけどね、まあ、ラッセルジュニア、しかしジョーさん、
まあ、タイトル獲得したから、言うわけではないんですけども、実力は前々から言われてたんですが、ロマチェンスコ戦であこんなものかという感も一部ではあったと思うんですが、それを払拭しましたね、うん、ボクシングっていうのはね、相手あってのゲーム、はい、試合なんですよね、はい、だからロマチェンコはやっぱりやりにくかったんでしょう、相性っていうのもあります。この試合ではね、そのロマチェンコ戦での反省からね、ちょっと本当に一皮向けたようにコンパクトなショートパンチが非常に切れてましたね。ただですね、抜群の出来だったようです。まあ、本当に相手あって の、 そのゲーム内容なんですけども、浜さん、はい、この出来をもう常にキープしてたらラッセルジュニア相手によってはいいところまで伸びていきそうですよね。この選手を期待されている選手ですからね、はい、さあそこからが勝負でしょうね。トニー・ウィークストップスザコンテスト、ヒーイズザウィナーバイウェイオフテクニカルノックアウトエンドザニュー WBC フェザーウェイチャンピオンオブザワールド、ミスターゲリー・ラッセルジュニア。予想を覆しゲイリー・ラッセルジュニア、ジョニー・ゴンサレスを4ラウンドで退けまして新チャンピオンに輝いています。